やっぱりこのガンマ線かね、ここガンマ線だね、それをあの分かる機械、非常に簡単なものなんですけど、ここの真ん中にその放射線、放射能のあるとか石だとか、はいはい、そういうのものを置いて、それでどのぐらいの近さだったらどのぐらいに剥がれるのかなっていうのをこう場所を変えながらこう測ってみたり、ちょっとやってみてもらえますか。それはちょっとじゃあそこに検体あるからありますか、出そうなやつあるかな、ちょっと時間がかかりますけれども、ね、あ、測定時間かかるんですね。そうですね、だいたい 1,2 分待たないとその数字を安定しないんですよね、数字が。そうですね、これはあの船の底に塗る塗料の中に混ぜる添加剤なんですけれども、トリウムという物質、放射性物質が含まれてまして、船の底にあの貝とか海藻とかですね、そういうのがつかないように添加されることがあるんです。そうですね、だんだん数字が下がってきてますね。だいたい何もない時は 0.08 ぐらいなんですけれども、今、徐々に上がってきまして 0.5 ぐらいまで徐々に上がっていきます。だいたいこれぐらいの数字を示します。これは一般に売ってるやつ、簡単に手に入る。文部科学省さんの系列、あの大学団体で、あのいわゆる放射線に関する知識の普及のために、あの無償でこう貸し出すサービスがあるんですね。でそれをちょっとあの利用させていただいております。あの今ちょっと引っ張りだこだっていうことなんで、あの学校関係にしか回す余裕がないというようなことはちょっと聞いておりますけど、またこういう機会を申請すればどこか借りられる、個人でも借りられますね。かと思いますけど、はい。じゃあまた今度行きます。今はちょっと忙しいですね。ちょっと時期はね。もう、どんどん小さい気がしてくるわ。そうですね。引っ張りだこで、いわゆる学校にしか貸してないという形で。あ、了解、了解。で、ちょっと、じゃあ参考書して、あの、ここ、今回、まあ、子供、お子さんへ、まあ、知識の普及っていう目的からして、ってことで、私はあの長野県の環境保全研究所次長の宮尾徹と申します。よろしくお願いいたします。私どもの研究所では、この環境放射線の調査、またいろんな食品であるとか土や堆肥とかですね、いろんなあのこの今回の福島の原発に変わって汚染されたようなもの、そういうようなものが検体として、入ってきております。まあ、行政検査として、必要なものを優先順位をつけながら日夜測定をしているという状況にございます。まあ、あのこれまで、こちらにあるような形で ある程度の頻度でしかやっておらなかったわけですが、現在におきましては事後対応ということでですね、効果物については毎日測定しております。また浄水につきましても毎日測定をするというような形でですね、非常にあの頻度を上げて、まあ、皆様の健康に影響があるかどうかということをかなり綿密に調べるという体制をとっております。まあ、あの水道については私どもの場所だけではなくて、玄関8箇所においてですね、2週間に1度程度になりますが、検体を入れて、まあ、玄関ある程度広い範囲で影響がないかどうかというものを調べておりますし、またあの空間の放射線につきましても、やはりこちらの方も8箇所回って歩きながら検査をして、皆様の、まあ、環境への影響というものがないかどうかと
そういうような観点でモニタリングをさせていただいているということでありまして、まあ、私どもの検査のできる能力をフルに発揮しながら皆さんの環境への環境からの影響がないように毎日努めさせていただいているということでございます。前に言ったように長野県のホームページで出ているその内容っていうのは、はい、ここで作れたものなんですね。そうですね、民間 の、 一部検査機関の方で行ったものもありますけれども、大部分のものについては私どもの方で、検査をして、公表させていただいているというものでございます。そうですね、いろんな情報が入るたびにですね、私どもの方で、現場の方から集計してきた、そういう検体も届きまして、それを私どもの方で検査をしているという実態にございます。272個という畜産の農家の皆さん方の検体というものも今後入ってくる可能性がございますので、すべて、というわけではないかもしれませんが、できる範囲で私どもの方では検査をさせていただくという形になろうかと思います。まあ、そんなことでですね、私どもできる限り、皆様の安全安心を確保するためにまたさらに努力をしてまいりたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたしたいと思います。